やんない。私今やんない。またやったの？なんで腹がしてる？どうしたの？イカ美味しいな。苦しい？大丈夫？お腹痛い？全部。全部ご飯食べ。あ、マジか、めっちゃうまい。うん。いや。マスク、あ、漬けか、マスクの醤油漬けか。うん。これなんだ。ハマチか。うん、うん、ここね、お茶漬けがまず美味しかった。いろんなね、なんていうの、こう、出汁の出る、なんていうの、ふりかけ、あれ良かったね。あとベーコンもめっちゃうまい。マスコもまあまあうまいね。うん、なんかね、食材はそんなにすごいいいなって話じゃないけど、なんか結構頑張ってる感じがするよね。うん、だって、刺身とか色やばいもんね、結構。さあ、トクトク切符を手に入れたぞ。どこ？これ。まず上。ああ。さあ、何から乗る？もうめっちゃ楽しそうでしょ。あの黄色のキーレンジャー2人。キーレンジャはい、結構早いね。これあのちっちゃいから一周が早いよこれ。あ、動いた。おーい、あれ余裕ない？どうだろう。ふう。うん。どうだった？写真撮ってください。はい、見ていくよ。はい。もういいですかね。はい、もういいかな。もういいよ。あ、終わりました。はい、ではね、さあ、ルールがございます。さあ、聞いといて。さあ、まずはね、これ動いてる時に足をバタバタさせないこと。ちゃんと聞く。大丈夫ね。もう一つあるよ。もう一つはね、これ上行ったらこのレバーをしっかり握っといてください。分かった人手を挙げて。あ、下げていいよ。では、ちょっと待って。ちょっと手出して。おっと、なんかあれだ、女神になれたんじゃない。はい、ちゃんと掴んでんだよ。いってらっしゃい。うー、かわいいカエル。
はい、イエイ、ピース。ちょっとお待ちくださいね。今踊ってます。お、一番高いな。大丈夫？よし、寒いから入らなくて大丈夫だね。ダメだよ、濡れちゃうからね。行ったらダメだよ、行ったらダメ、行ったらダメだよ、風邪ひいちゃうから。奥まで行けないよ、風邪ひいちゃうからダメだよって。行ってこーら。ふり。パンダちょっとゴミ拾っといて。え？な、何？何？何？ちょっと大きい声で言って、なんだって？ここ行けないって？あ、ここ出ないんだね。うん、出ないでしょ。わかんないけど、バーっていきなり出なすのかもしれないし。つばき、どういうこと？マジだ。あ、あれ釣りしてるわ、あの端っこのところで。ちょっとたかん、どうぞー、ロちゃんお子様セット、お子様ランチ、ロちゃん野菜卵とかだね。取るの忘れてました。体調悪いかい。うい、めっちゃ20年ぶりに食います。急怒ってる。それなんてやつ買ったの？チャイニーズなんちゃら、はい、第1位です、うん、やっぱやな、すごい味が濃い。まあ別にまずいってわけじゃないけど、うんうん、なんと今回はバニラシェイクが1個買うと1個無料でついてきます。なんで？これね、うん。
バニラシェイクもめっちゃ甘いね。マックのより甘いと思う。でも、まあまあ、美味しいちゃいますかね。ラッキーピエロ。全国ハンバーガー部門で金賞取って、いつか知らんけど。あの、ラッキーガラナ。これ、あの、普通のコアップガラナとかより美味しいよ。いや、食ったな、今回な。椿、どうだった函館。今回。え？最高だった？また来たい？カナ、どうだった？美味しかったの？函館、函館美味しかった。美味しかった。よくわかんないけどな。いや、まあまあ、辛いな、本当、運転手の俺だけだ。まあでも乗ってる方も乗ってる方で大変だけどな。何？違うとこ行った。函館じゃないところ？うん。遠いよな。まあ遠い。来るのに6時間ぐらいかかったもん。6時間以上かかったな。途中でめっちゃ遅い車に挟まってね、もうどうにもなんなかったよ。それお前、道外だべ。まあね。次あれだね。こう SNS とかでさ、行きまーすって言ってさ、誰かに奢ってもらおうぜ。着いたところで視聴させます。まあ、ってことで、じゃあ、いや、締めはどっかの道の駅で締めるか。じゃあ移動しようと思います。